ッケー、三盗塁、ちいかもと、おめでとう。今日だけで三盗塁、あっという間の100盗塁、おめでとう近本。経験の積み重ねということなんでしょう。近本マジで余裕だな。本当いいな。近本で盗塁しなの。それはプロスピ強くしすぎない配慮だろこれ。盗塁を取ってんだぞ近本。盗塁しはないわ普通に。400に行かせないっていう固い意志が見れるわ近本に。まあ順位順で行くんでね、次はね、私の大好きな千葉ロッテマリーンズをね、見ていきたいと思うんですけど、ズバリこれに関してはもう最初から決めてました。まあ、誰だろうなって思いますよね。まあ最初も言いましたけど、やっぱりチーム近本、チーム近本で俺は行くと言いました。チーム近本、まさか当時もいいなけど東条もいいな。今の中継ぎのこと鑑みると東条いいな。あ、東条も急に魅力的に見えてきたな。まあ当初取りたいのはこの男なんですけどね。チーム近本で行くならやっぱり高部。お、加藤翔平じゃん。まあ、ロッテだからな、元ロッテだから。いいね、翔平。いいじゃん。頑張ってんじゃん、翔平。おめでとう。頑張れよ。なんか俺、中日ドラゴンズ公式 YouTube チャンネルとか見てたら、なんか後輩たちにいじられてて、微笑ましかったわ。岡林くんにアドバイスしてあげてね。してあげてんのかな。岡林くん活躍してよかったね。翔平。頑張ってね。